ティーポはフィアットが製造、販売している C セグメントの自動車である。リトモの後継車種として1988年にもドアモデルがデビュー。1989年にヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞、途中三ドアモデルをラインナップに加え1995年まで製造される。外装は当時、 フィアット VSS の開発で脚光を浴びていたイタリアのデザイン会社アイデ、映画、内装はフィアットチェントロスティーレが担当。ティーポはその名が示す通りフィアット KC、D セグメントの原型となり、自社はもちろんランチやアルファロメオなど1990年代のフィアットグループを支えることとなる。フィアットの小型ハッチバック開発プロジェクト、ティーポにと、 小型セダン開発プロジェクト TPO3 を合わせたもので、フィアット、ランチアの C、D セグメント車種間で、ボディ構造やパワートレン、主要部品の共通化を目的にした開発プロジェクト名。一つの骨格に違ったタイプのボディを被せ、効率よく複数の車種を生み出すことを提案した1981年発表のフィアット VSS の経験が色濃く反映されたものである。 1980年代前半から始まった同プロジェクトで最初に発表されたのがティーポで、その後、フィアット参加に入ったアルファロメオにも計画が波及し、ティーポをベースにした車種が発展的に増えていった。ティーポベースの車日本での販売フィアット日本、総代理店であったサミットモータースにより1989年から輸入が開始される。 当初の販売は排気ガス規制の厳しい日本とドイツ向けに用意された 1.6DGT のみであった。エンジンは1.6リットル DOHC、最高出力 90PS 最大トルク 12.5KGM、トランスミッションは MT、ボディは横幅が5ナンバー枠いっぱいの5ドアハッチバック。その後、1991年に輸入元がフィアット アルファロメオモータースジャパンに変わると 1.6DGT に加え2.0から1 6トの輸入も開始される。エンジンは2 0ル d o h c 最高出力 145PS 最大トルク 18KGM、トランスミッションは MT、スポーツモデルという設定で販売され、アバルトのバッジで演出されていた。その他にもメーター類が デジタルメーターから5連のアナログメーターに変更され、外観ではサイドスカートの追加、フロントグリルの形状や B ピラーの色変更など 1.6DGT との差別化が図られていた。ボディ形状はスポーツモデルとはいえ5ドアハッチバックであった。さらに1993年には 1.6DGT と入れ替える形で、同じ5ドアハッチバックの 2.0GT の輸入を開始。 エンジンは2.0リットル DOHC、最高出力 110PS 最大トルク 16.2KGM、トランスミッションは AT2.0 から 16V 同様メーターがアナログメーターに変更され B ピラーも黒塗りに装備も DGT より豪華になった。イタリアでは大衆車として成功を収めたが日本での販売は成功したとは言えず、 輸入は1994年に打ち切られた。2015年5月イスタンブールモーターショーでフィアットエーゲとしてまず4ドアセダンを発表。生産はフィアットとの合弁企業であるトファシュのトルコブルサ工場で行われ、トルコ以外の市場ではフィアットティーポの社名で販売される。またメキシコではクライスラーネオンの3代目として販売される。タイプ365は フィアットスモールワイドプラットフォームを採用しており、フィアットチェントロスティレットとファッシュの共同開発である。ありがとうございます。